ハロー、皆さんこんにちは、ドゥちゃんです。ドゥちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天的影片呢是之前中断的联谊系列，因为之前联谊我们就停留在 Body Touch 片， Body Touch 之后呢就进展到了第一次约会啊。那关于第一次约会呢，日本也是统计了一些问卷，问一些差不多在35以下的男生，看他们的意见是什么。那我们就开始吧 ，Go。Let's go。こんな感じ。なんかおばさんっぽいよな、ルーちゃんがやると。まずこんな感じじゃない？ルーちゃんのこれ。これどう思う？いやーまあ可愛いよね。コートかけてあげる。寒そうな仕草はそそる。小動物みたいで可愛い。先に待ってるけなげさも高ポイント。うん、ちなみにデートの中の寒い連行は厚着してこいと思われるだけ。確かにね。こんな寒いなら厚着してこいよって感じだよな。でも最初のこれはいいって感じ。まあまあいいけど、まあそれしてたら手袋を買ってあげたくなっちゃう。香水はね、普通に結構よるよね。フルーティーな匂いがいいとかさ。でも香水だけじゃなくて、なんか柔軟剤とか。ああ好き、うん。ちょっとだけの香りがあるのが可愛い、ね。柔軟剤とあとシャンプーの香りが残ってる人、すごく個人的には好きですね。結構俺は匂いフェチだから。ウェンダンはすごいな、匂い重視してるんだもんね。そう。前の動画も撮ってカバンの中でいろいろ香水が入ってた。さあ女の子で漢字で可愛い。メンズは女性イコール良い香りと思ってる生き物。そうだね。甘すぎる香りは好き嫌いが分かれるから自然なものを選んで、うん、なんで差し入れあげるのが意味が分からない。多分優しさとかじゃない。例えば遅れてきた時にさ、謝りの気持ちも入れて何か渡すとか、寒い日にデートするから入ってあったかいホットコーヒーとか買ってきてくれると、ああ嬉しいなと思う。あと人によく思わせたりとかさ、やっぱ初デートだからさ。でももし遅刻のお詫びだと、それを買う時間があったら先に来てよとか思わない？確かにね。俺を思ってくれてる優しさが嬉しい。ドライブデートに缶コーヒーとか喜びます。ただ100円でも出ちゃうなら安いもん。初デートはまあまあいいから、こっちも男らしさを見れていい部分があるかもしれない。うん、プーちゃん出てるよ、どんどん。頼ってくれる子はあざとくても可愛い。うん、自分でできることでもあえて男性に頼ってみるのは必要。仕事ができる女性こそたまには甘えて使ってみて。確かに仕事できる人って何でも自分でやっちゃうイメージだもんね。うん、そんな時に飽きられないとか言われるとね、ちょっとキュンとするよね。くるね。うん、気が利きそう。それこそ風邪気味の時とかさ、なんか鼻をフンフンしたい時さ、ティッシュ持ってたら嬉しくない？あ、結構日本人の女性ってハンカチとティッシュ持ってるんだよね。私の友達も日本人の旦那さんと結婚して一番変わったのはハンカチは常に持ってる。でも私ハンカチいつ使うのかわからない。手洗ってハンカチをやるじゃない？でもあれティッシュでいいんじゃないのと思います。ティッシュよりかはハンカチじゃないかな。でもハンカチまたなんか洗濯しないといけないから。ティッシュも込み出るじゃん。あ、環境ためだ。そう、意外に。さっと差し出されたら女子力高めで気が利く。うん、いざって時に持ってないじゃもったいない。うん、女性としてのマナーこそ自然とモテにもつながるんです。うん、こんな感じ。ぶん殴りたくなるわ。すごい可愛いと思う。あ、こんな感じですごい好きな人いるの。なんかアニメみたいやね。ね。アニメのキャラがやったら可愛い。あと可愛い人がやったら可愛い。ああ。好きな子ならあざといけど許す。ほら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 。俺の好きな子限定で通用するモテテク。そうだよ。表情がくるくる変わるその感じ、何段か嫌ではない。初デートの時はもうやめた方がいいよね。だってもしね、それで嫌がられたらもう終わりだよ。なこいつって俺思っちゃうけど。なんだこいつ。あーいい、俺は好き。ちょっと後ろを歩いて控えめな感じが可愛い。うん、可愛いね。うん、待ってってヒチを引っ張るのが可愛くて逆に置いてきたくなる。わら S だな。なんてド S なメンズもいるんです。
それ言われて嬉しくない男いないんじゃない？女性も嬉しいんじゃない、ね、男にもそう言われて、ね、お互い楽しめそうな感じだよね。それなりに生きてきてそりゃないだろうと思う。過剰な喜び表現はわざと臭い印象に意外に初めてっていう単語をね、うん、出すのは結構危険かもしれないよね、うん、普通に楽しいっていうだけでいいかもしれない。確かに、ね、私たちさっきすごい高評価だったのに、ね、これを見てそう瞬一瞬で変わったすごい流されたね。これは色っぽいハワイ大賞なんで、あー確かに色っぽいね。あ、ずっと俺と一緒にまだいたいのかみたいな、うん、そんなちょっと嬉しい気持ちになっちゃう。外れとはそれは嬉しい ね嬉しい嬉しい、うん、こんなこと言われたら俺だって帰りたくないもうハグする、さらりと別れ際につぶやく具合が効果ある。しつこいと一気に焦ってる面倒女子になるので注意。そうだね、さらっと一言言うだけでいいかも。私もわざと小さい声で言うのが可愛いって感じ、ね、可愛いかも、うん、今なんて言ったって俺中身聞きそうだけどルちゃんちゃん私よく物をこぼすね。いやー、まあ、初デートだったらまあいいかな。毎回されるとちょっとあ、まただよみたいな。そうそうそう、私はよくやるから、ね、もうよく転んだりとかして。悪意のない土地はほっとけなくて可愛い。ただしこれは天然土地だから許されること。わざとの土地はバレたら恥ずかしいからやめておいて。そうだね、天然土地が一番だね。これはどうやって見分けるの？あ、やっちゃったとか。ああ、そんなされるとね、ムカってくる。すごい気持ちが冷める。そう。あ、これかわいい。あ、これもかわいい。あ、これかわいい。かわいいしか言えねえのかよ。それしか言わない女の子確かにいるわ。くどいというか、語彙力が低すぎ、女性の可愛いが共感できないことが多いことを理解して。可愛い以外の語彙力身につけましょう。結構きついコメントやおしゃれとか素敵とか。あ、素敵もいいね。または可愛いもの見た、ペアに合いそうとか。これはドキッとします。すぐ手つなぐ？いや、やっぱ徐々にだね。ピンピンって当たって、うん、お、来るか来るかと思いつつ、俺は俺から行くけどね。うん、シュッと魚を掴んでるみたい。大歓迎です。大歓迎だよ。大歓迎です。むしろ繋いできて、うん、俺の左手は待ってます。自分から手をつなげない草食男子もいるから、行けそうと思ったら女性から思い切って行動しても大丈夫。肉食女子だ。普段はもう完全に草食って感じだよね。私は肉食に見えるってよく言われる。俺よくロールキャベツ男子って言われるよ。あ、ロールキャベツ男子っていうのが外見が草食だけど中身は肉食系。意外と肉食だねって私は意外に逆、なんかベーコンベーコンキャベツみたいな。いいね、うん、ずっとっていつまで？見えないまで。例えばエレベーターに入る前とか、エスカレーターに乗る前とか。これ結構嬉しい。余韻を残されると次会いたくなる。うん、切ない表情だと悲しくなるから笑顔がいい。寂しいけど笑顔でバイバイ。これも嫌なメンズいません。確かに笑顔でバイバイとかされたらなんか嬉しい。めっちゃ悲しそうな感じでバイバイ。いやまだ痛いのみたいな。なんか悪いなあの気持ちになる。はい、以上今日の初デートの動画になりました。初デートの時思い出すね。その初デートは私たち秋葉原行ったもんね。ね、行った行った。そしてなんかすごいまずい寿司食べて。秋葉原なのはあれ、そこ渋谷？いや、渋谷だったと思う。渋谷だと思う。なんか渋谷行って、あの寿司めっちゃまずかったのに二人で、あ、美味しい美味しいって言ってる。しかも俺三皿しかダメなの。そうそう、だからお腹空いてないのって私の方は聞いて。そうそう。でもその時に逆にそこまで何でも意識してないって感じなんだよね。あまり日本のことは分かんないかもしれないんだけど、だね、やっぱりこういうのアンケートとかあるんだけど、やっぱり視線が一番だと思う。うん、そうだ、何もあんま考えすぎるのはあんま良くないかもね。うん、なんかあざといって思われちゃうもんね。逆にね、視線が一番。うん、でもこれはなんかただ一つの日本のなんか社会現象みたいな感じでこの動画を出させていただきました、うん、次の動画はこのアンケートの最後になります。あのデートの後 の LINE のやり取り、おー、どんな感じだとこのアンケートで作られてるのでいい、ね、うん、またお楽しみに。ではもしこの動画少しいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。もし私たちの二重生活とか見たいときにここで私のインスタグラムをフォローしてください。こちらです。はい、ウェンダムが出てるんでごめんなさい。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。 See you next time. バイバイ。
ゃん、るーちゃん、るーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。